G20 首脳会議には各国の首脳や随員が多数来日します政府は大阪が会議場や十分な宿泊施設を確保しているほか空港が近く警備に適していることなどを考慮しました来年は統一地方選挙や夏の参議院選挙のほか10月頃には新しい天皇の即位の礼が行われる見通しでこれらの日程を避けて 6月下旬から7月上旬の開催で調整しています。また政府は関連して開かれる財務大臣会合を福岡で開く方向で最終調整しています。